し、あの魔物を食べられるかな。無理、私は絶対食べないからね。気づいたんだが、実は君も魔物料理に興味があるのでは。魔術学校で研究していたことと大体似てるかな。ここの魔術道具の使い方は全部覚えたから、安心して私に任せて。お腹いっぱい食べたばかりだし、魔力は十分余裕があるよ。